ひなチャンネル。今日は無職転生2期の10話反応会ね。もうシルフィちゃんよ、はよ正体バラせよ、じれったいわみたいな感じで見ております。あとはシルフィが正体を教えるだけでうまくいくのにね。そんなうちらの気持ちと同じなのか。実況民の反応に行きましょうか。それではみんなの反応どうぞ。始まりましたよ、リア大勢の皆さん。もう完全にイチャイチャしてて草。マジでびっくりよな、始まった。他人の色恋沙汰に割と興味のあるアリエル王女。女の子好き。いや、ED なんすよ今。まあ、異世界から来たとは言えんからな。かわいい。自制してる。クス先輩かわよ。相変わらずの男子級。違う、わかっている。自制というわけではないんだよな。早く正体打ち明けなさいよ。お前がキッズって名乗ったくせに面倒くさい奴だな笑い。七星は特別というかなんというか、乙女心がかわいすぎて死ぬる。こじれてるなぁ。ボットでのくせに。ポジション取られちゃったね。意識している怯えと同情。嫉妬シルフィーぞ。シルフィも奥手すぎんよ。かわいい。もはや既成事実しかないな。うじうじするなら正体バラしちまえ。始まった、開幕フィッツ先輩のルビ観察機。シルフィー泣かないでー。フィッツ先輩七星に NTR される。フィッツちゃんはおこ、恋する乙女は大変だ。シルフィ嫉妬かわいい無理。ボイマーなシルフィさん、かわいい。頑張れフィッツ。正体を明かしたいけど勇気が出ないんやな。そろそろ気がつきそうなもんだけどね。シルフィの気持ちもわかるんだよな。しょっぱなからフィッツ先輩がかわいすぎる。魔王でも不能は直せないよ。正体明かそうフィッツ先輩。一年経つの早い。なぜいる。出た陛下。バージ陛下、 ED 直さないとねん。才能がないなと陶器の下りなくなってるな。六本腕魔王おじさん。しれっと成人してるルーデウス。バージガーディ先輩。女を一人見つければわかる。いやもう事後です。その方、魔王様お袖どうなってますの。不能の直し方知らぬ。強さを否定して女を求める魔王。不能と聞いてわかる魔王様。しかも気にしてない。ご利口。露骨に避けられてる。ルーデウスだ、目合わせるな。焼き入れられるぞ。まあ魔王相手にあれだけやれればな。恐れられてるというか不良のドンというか。避けられた。メスゴリラも逃げる始末症。ゴリアーデさん喋らんのか。逃げられてる。ゴリラさんまでビビるのか。うゴリ先輩すっかり萎縮してら。アニメでゴリアーデ見るとマジで笑えるな。組織の序列は。バーディー閣下にはパートナーいるからな。恐れられてるルーデウス。すっかり怖がられてる。かわいい。この前の一件から生徒に避けられてる。魔王やっちゃったもんね、そりゃ怖がられる。まあ実力はあるからね。社長なら知ってたかもな直し方。いや社長よりキシリカ様か。ルディ君すっかり顔が大人になったなぁ。その腰の低いとこがルディのいいことだと思う。自己肯定感はそう簡単に直せない。不能だから自信がないんだろ。呪いについて。呪いについて何かわかるか。すっかり仲良しだ。毎日聞いてるのどうなんだ。みんな絵心あるやん。そういえばそのやりそんな話あったな。スペルド族が食らった呪いな。死神坊ちゃんの呪いがログに飛んでったみたいな話。めっちゃ親身になってくれてるわらわら。授業中やぞ。クリフ先輩と呪い団に。呪いの話面白いタイミングに入れるな。圧倒的好青年。ルーデウスにどんどん友達ができてる。ここから本当に結果出すから天才よ。授業の邪魔はしてくれるなう。クリフ君、やはり天才か。あっここ食堂だったのか。食堂の3階席は王族貴族用なので奴隷は席につけません。ちびっこくてかわいすぎる。全員閉めちまうなんてう。完全にヤンキーの総長扱いじゃねえかう。でかすぎるお前はう。すべての手に酒持つなよショー。ジュリの食事かわいい。早くこれになりたい。マスター呼びかわよい。呪いことみこの話もカットか。酒飲んでいいの。幼女にお酒あげる。ジュリの年齢でも酒が好きなのか。さすがドワーフ。このドワーフちゃん酒かすの素質が。麦茶だこれ。かわいいかわいいねー。何を飲んでいるのか具体的な単語は出さない。これがコンプライアンスだ、くらえー。くはぁ、ジュリ飲んでいいのか。ドワーフだから酒強いのかう。ああ幼女がうめっちゃ飲んでる。飲みっぷりがいい。ザノバも結構お酒好きなのか。ジュリはドワーフだから子供でも普通に酒を飲む。七星さんの足の太さがいい。七星かわいいよね。羽、成功したんですか。時間のかかりそうな創作やな。前の前の前の前段階。ブルートフォース攻撃で当たりを探す。ルビの元気つまきくる速度よ。七星仮面つけてても可愛いね。魔術の授業。なかなか忙しい生活やな。可愛い。無栄翔土くれでも十分すごい。あら可愛い。ジュリ可愛い。すやすやジュリちゃん。ジュリの成長速度早い。この保護者顔よ。ザノバの優しい目よ。ザノバ慈愛に溢れた目だな。こうして一日は過ぎていく。なんだかんだ充実してるんだろうね。フィッツ先輩やきもきしてるだろうな。一日にフィッツが入らなくなってる。フィッツ
ス先輩とはあまり合わなくなっちゃった。フッツ先輩不憫すぎる。マジで会ってあげなって、パイセンかわいそうやて、ほんまに。ああ、あいつか。それに聞いてとったんか。あれ、ゾルダートから手紙、近くに来てるから飯行こうぜ。株を上げ続ける男ゾルダートの再登場。ゾルダート手紙とか出すんやな。ゾルニキあんなあらくれしゃな感じして、自我を上品なのでは。仲良しで羨ましいです。ベタベタしてんねー。ゾルンとはいい関係築けてるの見てて気持ちいいね。前世のこと考えるともう一年か早いねー。イチャイチャしおってう。エリナリーゼ、ゾルダートに見せつけに来た可能性がある。彼氏の前でビッチとか言うなや。なんで彼氏連れてきたんだう。人前でデレデレすな。めちゃくちゃ楽しそう。いいな、これは。クリフがすごい。覚悟決まってるぜ男だ。今日は一日遊ぼうと思っていた。察しのいい鈍感やろうめ。友情、熱いグータッチ。ほんと嫌に気だわ。ゾルダード結構印象変わったよな。お前の助けを借りる気はない。本物のルーキー。ゾルダートとルビの距離感好きだわ。普通に断りおったう。あたなじゃあるまいしゅ。竜や魔王には挑みません。ゾルニキもう行っちゃうの。また誘ってね。前世男が全部喋ってくれる。ゾル、死亡フラグっぽいな。そんな、フッツ先輩が目も合わせてくれない。このままじゃルーデウスが悲しみで死んでしまう。気まずいな。ルーク先輩とフッツ先輩、こんなところでフッツ対戦じゃないんよね。あ、なんか気まずいタイミング。気まずそう。雰囲気でわかるのすごいよ君。クリフ先輩舐められたくないお年頃。そう解釈するのかう。鈍感なルビが違和感に気づいた。ルークは男もいける口。そんな趣味が。ナウイ息子でレスリング。ああ。ルークとフッツの関係を邪推するルビ。フッツ先輩、今までルーデウスを見るとまず笑顔だったもんな。察したな。動揺してる。フッツに避けられた。ダメージ。避けられたとショックを受けるルーデウス。嫌な勘違いを。いつも親しげに話してるのにガン無視は嫌だよね。愚痴りたい気分。まあこれは仕方ないか。ラノバとジュリーいつも一緒にいるんだな。また一人になってる。そうじゃないんだルーデウス。落ち込んでる。あれいた。いつも通りだ。いつも通りの先輩。およ、いつも通り。意外と脳破壊されてなかった。護衛中は声を出しちゃいけない。護衛、姫様いた。無言のフッツ好き。なんでそんなルールを課せられてるの。察しがついてしまった。あれ変装だったのかな。あれがアリエルだった気がする。そういうことにしておこう。もう告白じゃん。キース、キース、興奮しちまうだろうが。そうじゃないと泣いちゃう。さすがに気づき始めたか。過ぎた思い出せ。これは恋。まあそれはね。笑顔のフッツかわいい。前歩きだけでこの圧倒的存在感。正体知らないうちは BL だけど、男と思ってるから立ちが悪いう。女子みたいな反応しやがって。一時的に立場逆になったぞ。いいぞこれ。 ED になって男に目覚めてしまった。ジーナス先生、死ぬほど書類仕事溜まってんじゃん。弟子が見たら嫌み言われるぞ。性別は変にこじらせないといいが、権力は全てを可能にする。ルビ君恋に落ちる。自家発電意味深。何をしたいって。引き倒した。腰。ラキスケ、ラキスケ、今時珍しいくらいのラキスケ。ああ、フッツ先輩を男として見ると危険なアニメだ。これで女バレきた。女だったんですね。エリスを抱いた経験が。う、ついにバレた。僕は男の子だよ。かわいい。かわいいよシルフィー。またカヤノンがお外走ってクリしてる。 ED が治った。治った。たった。う、たったルビがたったわら。たった股間のクララがたった。 ED 治った。とりあえず人神様に感謝しましょう。ルーデウスのアームストロング砲があれした時の切ない BGM。 クララが立った。回復の鍵を握るのはシコシコ。そんな場所で発電するな。ルーデウスさんのルーデウスさん復活。感知はしてないけど。サブ体操いう意味か。 ED、 お疲れ様でした。バレた時のフィッツ役カヤノメイの声可愛かった。今回はほとんど過ぎたのモノローグだった。恥ずかしがってるシルフィ最高すぎだろ。図書館で堂々と触るんじゃない。ついにフィッツ先輩が女性であることに気づいたか。あとはシルフィであること気づけるじ。フッツ先輩は今日も可愛かった。ありがとうございます。みんなそうだ。俺ら、いや全人類、フッツ先輩のあのハニカンだ笑顔が大好きなんだ。カヤノメイといえばお外走ってくるだよな。次回、フッツの正体に気づいてにクールは終わりか。今週も最高だった。正直学園編はアニメか。うまくいかないと思ってたけど大成功すぎ。ありがとう七星さんは。早くコートを脱いで制服姿を見せておくれ。みんなの反応はここまでです。やっぱりみんな同じことを思ってるわけね。早くフィッツ先輩がシルフィって気づいてほしいよね。あと2話で1クール目は終わるのかな。ちょうど正体を明かしてくっついて終わりそうよね。原作知らないけどここからシルフィが去る展開とかはなさそうよね。そんなことになったらルーデウスは立ち直れないでしょう。残り2話でくっつくことを願って視聴しておきます。
それでは本日の動画はここまでです。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。